はい皆様、すでにお察しがついてるかと思いますが、ドラリン、今日も無断転載したようです。まあ無断転載されたところで、こちらに損害は一切ないですし、ネタを提供してくれたな、程度でしかありません。では早速ご覧ください。昨日、おとといの報告動画の無断転載に加え、今さっきアップしたばっかの動画も、主くん、どう見ます?これを。はーい、やっこ。もうなんか呆れて笑っちゃいますな。太鼓の達人も嫌いなんですかね?一回アカウント停止される前にも、太鼓のやつアップしてたよな。そしてさっきアップしたばっかのこちら。どんだけチェック早いんだよ。なんだかんだ、かなりの回数主チャンネル見に来てくれてる。こうして動画も作れて、損害は特になし。なんか逆に美味しい気がしてきた今日この頃。まあ初めて見た時はちょっとへこんだけどな。こっちが何したってわけではないのに。でも他の人のはムカつきますね。自分が太鼓下手で嫉妬してるのかなんなのか知りませんが。まあ私たちはこうやって利用させてもらうだけよ。運営に報告したり、直接コミュニケーション取ろうとしたり、完全に無視したり、いろいろ対策してきましたが、逆に利用するがベストだと悟りました。ということで、引き続き、ドラリンの動向を追っていきたいと思います。それでは最新 CM でお別れです。ある日森の中、オカマさんに出会った。かまさく森の道、オカマさんに出会った。ゆっくりの森産地直送、オカマ主蜂蜜。今だけオカマエキス 5% 増量。この増量チップも嬉しくねえ。なんか見覚えあるよ。ってことで無断転載なんか気にせず今後とも頑張っていくので、これからも主チャンネルをよろしくなのです。以上、ドラリンニュースでした。皆様、今回もご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけましたか?恥ずかしいから見ないで。もしよろしければ、動画アップの励みとなります。チャンネル登録や高評価お願いします。じゃあまた次の動画で。